ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はちょっと怖いけどこれを買ったので試そうと思います。それがこちら、ブレスチェッカー。息きれい？口臭レベルを表示、ブレスチェックでお口のエチケット、ブレスチェッカーそうなんです、息の臭さがわかる機械です。いやー怖いね怖いね。はい、裏見ると0から5まであるみたいだね。5がクッサクッサって感じで、0と1は大丈夫って感じだね。これ怖いなちょっと前にコーヒー飲んじゃったんですよね。それが大丈夫ならいいんだけどもね。おお、電池も入ってる。これで5とかだったらこれどうすんだよっていうねいやそれもちゃんと出しますからね秘宝ヒカキンは口が臭かったみたいになるかなうわー怖い、もういけちゃうじゃんこれ、怖え。よし行くぞ。これで中の匂いを外に出して、で息を4秒吹くかける。1でした、1。よかったー、よかったー。正直ね、それなんだろう、自分の匂いってあんま分かんないじゃないですか。こうやってね、こうやってねってやれば分かるかもしんないけど、それでもなんか人のやつは分かるかもしんないけど自分のって分かりづらいと思ったんで今回買ったんですけど、でもう一回やってみようか、もっと臭そうにいってみよう。うん、3、2、1。1だ。ほら赤ちゃんはなんか優しそうな顔してる。よかったー大丈夫だね。むしろなんか5出したいね。5。1だね嬉しいねってことはもしかしたらコーヒー飲んでなければ0出せたかな。ちょっと歯磨いてみようかな。うん、歯磨き粉つけてね。これならいけんだろう。流してきました。いくぜ。3、2、1。3。え？え？え、なんか3になっちゃった。ちょっと待って。ということはもしかしたら、臭いってよりは、匂いがあるかないかってことかもね。だって僕かなり無臭の歯磨き粉を使ってるんで、歯磨き粉の爽やかな香りも匂いとして捉えられてしまうのだろうか。かもね。そう思うと1っていい方であると信じよう。はい、それではメインイベントでございます。ニンニクをむしゃむしゃ食べて息を吹きかけてマックスの5を出したいと思います。これで5出なかったらやばいけどね。どんだけレベル高いんだっていうね、5がね。いくぜー。僕の大好きな味噌カツオニンニク。いただきまーす。はーん。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。オッケー。ちょっと残ってるぐらいでいこう。いきます。3、2、1。5だ5が出ましたやったはい、終わり。まあ、これからもね、僕がこうおっさん化していく中で、これで日々チェックしながら気をつけたいと思います。トゥデイズヒカキンズポイント、78。臭いかどうかは別として、匂いの強さは、測れてるのかなと感じました。まあ、そもそも匂いってね、人の好みとかもありますからね。もしかしたらね、うくっさっていうのを、いい匂いって言うかもしれない。その辺ってやっぱ難しいのかもしれませんね。機械にするのが。まあ、ただね、ニンニクで5が出て、普通の状態で1で、嬉しかったです。まあ、本当は0がいいんだろうけどね。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。行きますよ。
最初はビンモンじゃんけんポン、バイ。YouTube 主役は君なのさ。